待たせいたしました。列車の発車遅れまして申し訳ございません。中央線の列車は本日長野県内でありました集中豪雨また雷の影響で列車に遅れが発生しておりました。その影響でただいま12分の遅れで新宿発車しております。列車遅れまして誠に申し訳ございません。この先の停車駅また到着駅という時刻表通りにご案内させていただきます。次の立川は0時18分です。八王子の到着は0時39分、大月は1時26分、円山に1時59分、大久に21分、大津川に3時9分、福島に3時19分、内野3時35分、上津は3時45分、下津は3時55分、岡谷4時ちょうど、塩尻4時11分、松本は4時32分、豊洲に4時46分、小高4時51分、信濃町は5時8分、上城5時31分、終点の白馬到着は5時36分です。編成は6両です。6号車から最後部1号車です。自転車両指定席でございます。お持ちの乗車券類の他に指定席券が必要です。指定席券をお持ちにならずご乗車なく、ご乗車されておりますお客様、恐れ入りますが、この先の停車駅で、その席にお客様をお見えになりました際は、先をお連れされるか、立ち探しをご協力お願いいたします。なお、自動販売機、また車内販売による販売はございませんので、ご承知ください。お手洗いと化粧室は各車両の席にございます。また、お休みの際は、貴重品の管理に十分ご注意ください。電車禁煙です。また携帯電話をお持ちのお客様、マナーモードに設定の上、通話の際はデッキでお話しください。協力お願いいたします。なお休み前に恐れ入りますが、車掌がお持ちの乗車券また指定席券を拝見させていただきます。誠に申し訳ございませんが、ご協力いただきますようお願いいたします。次の電車駅は立川でございます。終点白馬、終点白馬です。3番線到着出口は左側です。白馬から先、快速列車の南小谷行きご利用のお客様、階段を上りまして1番線です。6時ちょうどです。その後普通列車の南小谷行き、同じく1番線から6時49分までお待ちください。快速南小谷行き1番線から6時ちょうど、普通列車の南小谷行きも1番線から6時49分です。本日は JR 東日本快速ムーンライト信州81号ご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないよう、棚の上、帽子掛け、座席の周りなどお確かめの上お降りください。3番線到着出口は左側です。ご乗車ありがとうございました。